なんて幸せな人生なんだろうって感じですけど、やっぱちっちゃい頃からサッカー大好きで、プロサッカー選手になりたいと思ってずっと頑張ってて、サッカーを通じてたくさんの人にも会いましたし、今の奥さんにも会いましたし、すごく幸せなサッカー人生だったなという印象です。